今回は野木町園です。境目に渡らせ遊水地ありまして、えー、地形はおおむね平坦、えー。栃木県の最南部に位置しまして、えー、一駅先が茨城県の高架その次が埼玉県の栗橋ということで、まあ、県境に、えー、位置するエリアになっております。国道4号線、えー、宇都宮線の野木駅。 が、まあ、通る、えー、エリアになっておりまして。まあ、南北の、えー、交通もは発展しているという感じになります。東西の、えー、エリアは、まあ、やや行きづらいですね。まあ、群馬県の立林とか、えー、近いんですけれども、遠いというね、えー、感じになっています。また遊水地が大きくあって、そこが、まあ、えー、東西を行き来はしづらいエリアになります。 東在の行き来をする場合は、えーまあ、大ま山とかに行きまして、国道55号線とか、えー、354号線、小川の方に行って、国道354号線で移動するという形になりますかね。高速道の方、東北乗車道の方が、えー、立縦橋の方、群馬県の方を通るという感じで。こちら側が通っているのは JR 線や国道4号線がの、の、えー、南北のエリ,リアという感じになっています。 えー、地形が平坦ということもありまして、工業団地が、えー、いくつかあるという感じになります。また健康センターとかもね、えー、も有しているエリアになっています。野木町紹介していきます。栃木県の南の玄関と言われるようなエリアで人口は2万4000人と比較的街中で多くいます。密度も多く800人程度。北につる大山、南に釣る小賀 との交流が盛んなエリアになっています。もともと農業が盛んな町でしたが、東京から近,近い位置にいる、あることもあり、都心方面のベッドタウン化も進み、えー、工業地としての発展もあるエリアになっています。町の西側を重い側が長い、えー、町の南西には大きく渡瀬遊水地があるというエリアになっています。で、まあ古くからですね、えー、この町ですね、えー 1989年の町村制からですね、野木村からですね、ほぼ、えー、町のその地形、地域の変更がないエリアになっています。で、町になったのが1963年。1992年からは、ひまわりフェスティバルなんかも行われております。 工業面では、野木工業団地、えー、ゼブラとか、英検科学、日本ピストンリング、えー、富士藤屋、川上産業、えー、このあたりの工業団地ですね。そして、野木第二工業団地、英検科学、パルタック、野木東工業団地、日鉄建材、えー、日東工業、えー、このあたりの工場。そして、えー 町には総合運動公園サッカー場、えー、野木調律図書館、えー、健康センターユーランド、エニ,エニスホール、えー、なんかの文化施設。交通面では宇都宮線、野木駅。一般国道は国道4号線。そして、また県道50号線。も一部エリアですね、えー。通っております。ただ町の中心部を、えー、通るのが県道174号と314号。この辺りが中心になっています。 観光地、えー、野木神社や、えー、万福寺、えー、野木町交流センター、えー、ホフマンガマですね、えー、レンガを焼くための施設ですね、この辺りが観光名所となっております。ひまわりフェスティバルは約4.3ヘクタール、えー、約20万本高さ約2メートルのひまわりがあり、特設会場には 望台、大迷路などもあるということです。ということで地図を紹介していきます。全体的に平坦な地形ということですね。えー、北には古河の大きな町がありますが、ギ木のエリアはですね、えー、まあ、あくまで途中のエリアという感じになっていますね。日光街道の途中のエリアみたいな感じになっています。で、この あたりに駅ができて。まあ古くの野木っていうのはこのあたりでした。本当に小川の方に近いエリアになっていますねで。そこから駅ができ、駅前を中心に、えー、発展していくという感じになります。でまあ平坦な地形を利用して工業団地なども発達。新幹線も通るエリアになっています。国道4号はその 西側を通る感じになっていますね。東工業団地。はい。この辺りになりますね。で、駅間を中心に発展と。都宮線沿いにも工業団地ですね。えー、きたして。はい。えー、街の中には重い川なんかが流れています。 やはり駅ができたことによってベッドタウン。えー、こんな感じで人口が増えた。2万人以上います。で、この、え、宇都宮線沿いに工業団地があったり、少し離れた東側の郊外にも工業団地ができたりしていますね。まあ非常に小さいですけども、ベッドタウン化したことによって人口が増加したというエリアになっています。イニスホールとかもあって、文化施設も発展。 古くは国道4号線沿いに、えー、町があった。という感じですね。野木のひまわり畑。この辺りが有名でひまわりフェスティバルがあったりとか。釜ですね。えー、釜とかも有名になっています。はい。えー、ということで野木町紹介しました。